7月21日のケリヒメスイーツ。朝7時から14時までメンテが入りましてと、エリアマップ上に表示されるプレミアムチケットガイドを説明するよ。なんぞ、まだ未入手のプレチケが一覧で、へえ。それちょっとありがたいね。プレチケね、かき集めてなんとか無料分でガチャを引こうってね、やったりするからね。なるほど。で、未達成のやつで、うんうん、いやこれ便利だね、ありがたい。それだけ引かせたい何かがあるってことですか。娘メンバー大集合。お、新しい娘メンバー、あかり。へえ。危ない、また通信途切れたかと思ったよ。よし、じゃあ更新情報を見ていきましょう。プレチ系のおまけ付きのやつが出て、そして夏休み系。お、なんとなく予想は、うん、うっすら当たってましたね。新娘メンバーのあかり、かわいいね。音符を発射する系、へえ。まあこれはさ、あとのプロビュー、プロビュー、プレビューで見ていきましょう。期間限定ステージ、幻の擬態雷魚を探せ、へえ。一定回数の攻撃を与えて透明状態を解除しよう。おお、一定回数ってのはヒット数のことかね。あ、でもかけるいくつってあるから、まあシールドみたいな、シールド系の新しいタイプってことだね。うんうん。で、この娘メンバーの明かりが有効活用ができると。ダメージトライアル。5ターン目までの合計ダメージを記録する。ほうほうほう。一撃必殺などの効果は発動しない。うん。単純に火力系。夜空に歌え遊覧船。これが、グーチョキパーの。うんうん。そうそう、これですよ。昨日言ってたやつは。なんか3種類ぐらいあったな、みたいな。バージョン 12.3.0。で、これがプレチケガイド機能。一部 UI 表示変更。なんだろう。右下のショップってこれは前からあったっけ？最近、全然課金しないから、こんなんあったっけって感じだけど、多分あったんだろうな。うん。で、スロットの、姫フェスドレス。そんなにないですね。というかさ、フレンドチケットのものをさ、もうちょっと、中身の更新というか、たまにね、月1で更新するとか増やすとかしてほしいですね。前はね、ちょいちょいあったんですけどね。で、プレビューはこちら。あかりちゃん、エレメント、軽減、なし。ほう。パー属性だけども、光の敵、闇の敵に対しても、普通にダメージが取ると、オーバークリティカル、有利属性。ほう。シールド解除限定的な特攻、復活無、バトルスキル。オープンドット。最大5体の敵に向かって音符を発射する。サーチ系の攻撃か。オーバークリティカル。表示がすごい。麻痺効果もあるね。エレメントを持つ敵へのダメージが、軽減が無効と。属性バトルの時は有利属性で攻撃。シールド解除。うん、いいですね。シールドは、どのシールドもかな？復活能力を持たない敵には攻撃力がアップ。反射無効、いいですね。会心軽減無効。呪符はまた別だろうから、うん。単純に5枚剥がすだけって感じか。いや、枚数じゃないな。うん。もっとヒット数あるから、ヒット数も結構あるもんね。音符は爆発する。確率でオーバークリティカル発生。おお、これ確率なんだ、オーバークリティカルは。エレメント持つ敵へのダメージを与えた時の軽減無効。これも、なしと。つまり最初にベシベシって当たるやつと爆発と別個の、攻撃と。どっちも同様にと。属性バトルの時は有利属性で攻撃。復活能力を持たない敵には攻撃力がアップ。内容は一緒だね。うん。確率で麻痺。なるほど。爆発の方に麻痺の負荷効果があると。反射無効、会心軽減無効と。こんなもんかな？まあ、使いやすそうだね、単純に。バトルスキル持ってる。おお、上の方に、ポンセとか、ノアみたいにか、数ターン経つと発動できると、攻撃の防御力1ターン上昇し、毎ターン自動で回復する効果を持つ。へえ。あ、自分、味方にも付与。へえ。え、これなかなかいいキャラじゃないですか？ちょっと引きたいなぁ。くそぉ、この前、まあ、ドブったから関係ないけど、引かなきゃよかったな。
じゃあ期間限定ステージでライをやってみましょうか。あかりちゃん早速使える。レッツゴー。で4コマも追加されていると。4コマどころじゃないぞ一つめっちゃ多いのがあったぞ。あかりちゃんの攻撃、えい。まあ敵が弱いから進化は、うん、わかる。ああこれ1ウェーブで終わるんだ。回りやすいね。じゃあウェーブ数が少ないのはありがたいよね。先にミリオネア蹴っとけばよかったな。お、そしてアップデ後のお楽しみ、なんか一ステージクリアすると回せるお楽しみスロット。新規ものはないけども、まあいつも通りいいものですね。毎回言ってるけど、お楽しみスロットのこれはもうすでにゲットしてるやつはこの表示いらないよね。新規のものだけピョロンでね、改めて見れるあれにしたらいいのに。合計ダメージ最高記録、助っ人キャラが選べない。完全にダメージだけだとなんだろうな。ブライカン、激系のやつか、まあカーリンとか。5ターンだから前のキャラもね、うん、動けるから、2ターン目以降の能力も加味して、エミリアで凍らせてダメージ上昇を狙うか。いやエミリア自体がさほど強くないから、どうしようかな。サクラか、単純な攻撃力だとどういつだろうな。まあレベル上げてるのがあんまいないから、レベル上げてるサクラにしておきましょう。で攻撃力自体はどうしよう。宇宙船長でこれで、かつクリティカルアップがいいよねきっと。あとは属性アップとか、プリンセスオーダーが入るやつも良さそうだね。3040、偶属性メンバーの強化、クリティカルジャッジメント召喚、サーカス団長、美食家、ジャッジメント行ってみるか。レッツゴー。レッツゴー。さあどうなるかな。結構この編成は、熟考しちゃうね。大冒険の始まりよ。5ターン目までの、攻撃ダメージを記録するステージ。多分これは1ターンに入らないと思うんで、プリンセスオーダーは。で自陣からあまり動かずに攻撃できるやつで14億。何が攻撃高いだろうね。あ、ノアフォンセあたり入れてもよかったな。あの子らも一線張れるキャラだしね。27億。なんなら主人公よりいい感じにいってるぞ。突撃隊長どうだろうな。累計ダメージだとどっちの方がいいか。ほんと深刻性宇宙船長、フレンドリーファイヤー怖いからね。これブライカンどのあたりの位置で戻っちゃうだろうね。滝の近くとかでとどまっちゃうと困るけど、まあぼちぼちダメージ。あ、死んだおいおいおい、あいつ死ぬわ。ちょっと新覚醒のいいやつがうちのデッキいないからな。お、ギリ当たらなかったフライカン。おお、ドーナツ取って大きかったらきっと当たってだろうけど。
3蹴り目。お願い。ハリンはどうだ。ちょっと位置がね、ハリンこそ死んじゃうかな。オーバークリティカル系だね、やっぱり。ブライカン、お供でもなかなか強いね。装備も大したことないやつなのに。でラストターン他のキャラに動いてもらって、これはもうダメージランキング的な、ダメージによって報酬変わったりはあるかな。まあ終わったら分かると思うんで。でハリンは死んでいるのでここで終了。記録更新。地味にハイヒールが。4コマ目の姫かわいいな。うん、これだけですね。夏祭りステージはまた明日とかでもいいかな。うん、前もやって復刻でね、うん、やれてるステージなんで。さあこんな感じですかね。取り替えあいつね、うん、いいキャラの娘メンバーも追加もあったし、どこで遊ぼうかな今週は。まあ夏系のステージ、大魚もそうだし増えたからね、いろいろやってこう。達成報酬はないから、もうここは5まで終わったらって感じか。あでもこれかけら系だから、またあれだね、本でこの経験値のたくさん突っ込める装備だろうから、これは絶対ゲットしておかないとだね。うん、じゃあこんな感じで今日は終わりにしておきます。また明日。